今日使いますのはこれですね。リングリネ。断面はこういう感じですね。大体まあ茹で時間が6分から8分って書いてあったので、7分ぐらいでセットします。で、まあパスタの茹で方は基本だけど、大体これ1分ぐらい短く茹でるんでね。で、最後の1分間はソースとこう混ぜる時間なんですよ。ここ間違えちゃうと、すごいシャバシャバなパスタになっちゃって、激まずになります。それやめて、まずオリーブオイルね。で、これを温めて、今日はちょっとニンニクは、顆粒状のニンニクですね。まあこういうのがあるんですよ。ちょっとまあ唐辛子なんか入ってますけど、これほぼほぼニンニクです。ニンニクだけの塊みたいな。まあ、で、ここに、まずもう、アサリ入れちゃうね。で、白ワインを、ちょっと振る。はい。これで加熱です。このまましばらく、アサリの蓋が開くまで、加熱ですね。強火です。で、ワインの酸っぱさみたいなものが残ると、ちょっと強ざめな味になっちゃうんで、最後はフランベっつってね、アルコール分を火でこう飛ばしてあげるっていう作業をするんですよ。そうすると、美味しいワインのエキスだけが、このソースにこう入るわけね。混ぜてもいいんですけどね。これでもうザクザクとこう刻むわけですよ。ザクザクと。で、ここにパセリを出しながらガッと入れちゃう。いいね。ソースにトマトソースを加えて、煮詰めるわけですね。これは有機栽培のトマトソースですね。ソースというか、これは、これで、ちょっと味見する。これでちょっとこうね、ピリッとこうさせるわけね。まあ、1、2匹入れれば OK ですね。あんまり入れるとちょっとしっかりなっちゃう。これ、もうコクの元なんで、出汁というか。で、もう、ちょっと入れたらすぐ煮詰まって、身も形もなくなっちゃうんで、まあ、このままでいいや。はい。じゃあ、アサリを投入ですね。で、パスタも乗せます。よいしょ。で、ここで、パスタが、ゆる色の柔らかい状態にならないように気をつけながらよーく混ぜ合わせるわけです。この段階で味って染み込んでいくよね。ただパスタも本当は、これでまあ火はもう止めちゃっても大丈夫です。で、こうだんだんこう冷めていくんだけど、冷めていく段階で、このパスタの中にソースがどん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 こう染み込んでいくわけです。たまんなくうまいんですよ。まあ、ここまで来たらあんまり煽る必要ないんで、ただ混ぜ合わせるだけです。いつものように、小高く、こう、回し込みながら、盛り付けるわけですね。今日はロッソスタイルにしましたけど、これトマトソース入れなければ、そのまんま、これ、エビランコです。じゃあ実食。では、ボンブレいただきます。今日は気持ちいいね。空が青いぜ。ボンブレロッソです。言うの忘れてたけど、ボンブレは貝からいっぱい塩気が出るので、食べるときは塩加減は半分ぐらい抑えてください。そうしないと後でしょっぱくなります。これはそうやって作ったんで、いただきます。貝も美味しいね。あるだね。うまい。うまいよ。うま
ずいな、これやばいかも、うん、ここまで濃厚なね、ボンボレロスはなかなか食えない。はい、まあこんな感じでね、週に 1,2 本はパスタ動画アップしてますので、よかったらチャンネル登録してくださいね。では、チャオチャオ。チャオ。